はいどうも、ダークネスローズです。えっと、もうね、いつもどおりね <laughs>、あの、これ撮ってる時点で、朝とかなんやけど <laughs>、えっと、まあ、特に喋ることないねんけど、まあ、今ね、その、再三、Twitter でも、こっちでも言ってるから、その、俺の動画を多少なり見てくれてる人やったらわかると思うんやけど、 ね、あの本来あのメインで使ってるスマホはぶっ壊れてるんね今ね。でまあ言うて今こうやって喋ってるしこの音質的にこれ俺,俺うちまあパソコンとかもあるんやけどパソコンで俺配信とか昔ちょっとやったことあるんやけどさあのマイクとかがないからそういう,そ,れそういうの用じゃないからさもう本当に古いマシンやからさだからもう何て言うの音もめっちゃ悪くなるし。 ガサ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 しちゃうからまあこれも結構ガサガサしてると思うけどこんなもんじゃないぐらいガサガサしちゃうよねパソコンのやつまああれでも多分ワイヤレスマイクとか使ったりとかその配信とか実況とかで使うようなあの安いやつでもマイクとか使えばもうちょっとマしに使えると思うんやけどまあ基本ねあんま使わないからだから 今スマホでやってんじゃんって多分ね、アンドロイドから配信とかってなるから、まあこれ、あの、なんていうの、リアルタイムの配信はやってないから、これ、もうその、ラジオとして YouTube にポンと上げるためだけにやってる分やから、あれやけど、それでも、スマホでやってるやんって思うかもしれんけど、これね、前使ってたやつねよ。んで、このサムネで、この写真ね、 あの鏡の前で <laughs> あのちょっと決めて写真撮ってるこれねこれで持ってるこの白いスマホあるでしょこれで今やってるんやけどこれが旧旧というかまあ2代持ちのね2代目なんやけどあのね普通にね LINE やったりとか Twitter やったりとかまあインスタもそうやけど SNS やったりあとまあ自分人自分のっていうか人の YouTube を見たり。 ね普通に YouTube 見たり人の配信見たりとかする分には全然問題ないんやけどあのこう前のド前のラジオでも言ったと思うけどあのゆっくりとかで俺今ねあのまあもちろん実写の動画は月に12本しか上げてないから別にその今上げられなかったからって何の問題もないんやけど。 ゆっくりに関してはそのためだけにそのためだけにっていうかその1ヶ月の間スパンが長いからその間に何かしときたいそのこういうラジオだけじゃなくてラジオも喋ることなくなっちゃうからうんこんな風に毎日喋ってたらいやることないししかもまあ何て言うの俺の動 <laughs> 向をね毎日追ってくれてるぐらいその好,き好きというか押してくれてるとかまあ興味を持ってくれ押るすまではいかなくても興味を持ってくれてる人であれば。 まあたまには見てくれるかなと思うけど多分そのね普段絡みがあるとかいうレベルの人がさ <laughs> そんな毎日俺がしゃべってしかもそのなんかテーマもあるわけでもないようなしかも面白いのか面白くないのかもよくわからないようなさ話をさそんなしかも毎日やってたらさネタも切れてくるから毎日同じような話愚痴喋ってるだけみたいなになっちゃうからさ <laughs> 誰も聞かへんやんそんな。 だかかららと思っってゆっくり始めたから元々ねでそれが結構その当たってるというかそのこうやってラジオだけやってた時よりはそれでチャンネル登録も増えたし再生数ももちろん増えてるしで軌道にも乗ってるからあの本当にねこれはね続けたいのよまあ続けたいってうか続けるけどこれができないよねうんこのスマホではできないっていうか そゆっくりボイスを作ることはできるしソフトも入ってるんやもともとこれになぜならこれを使ってる頃からゆっくりを作ろうと思ってたからそもそもだからできるんやけどそれはその編集がねキネマスターとかでやったりするときに素材が必要になってきてでしかもそ,のそこそこまあね1分2分だったら大丈夫だと思うけど例えば45分ぐらいの俺がいつも茶番でやってるやつって大体 短くて4、5分で、まあ長かったら10分弱とかぐらいの長さの茶番作ってるやんか。多分ね、短い方の3分、4分とかのレベルでもきついのよ。は <laughs> っきり言って。容量がもうえぐいね。それぐらい、これもうその、そういう動画とかを作るのには向かない容量のクソさなんよ。この、この端末って。だから、 昔俺これで実写動画撮ったりしてほんまに何て言うのまあめっちゃどうでもいいことやけどまあ撮るやんかまあいつもみたいにスタンドに立ててさその前で喋ってさで軽く編集してさ動画上げるやんか上げたら秒でその動画をこの端末から消さないと重すぎて動かなくなるぐらいそれぐらい容量ないん言ったら。 からそのだから現実的じゃないんよあの実写動画だったら <laughs> それこそ月に1本2本だからあのそうやってねその取っちゃあげてすぐ消して <laughs> 取っちゃあげて消してって繰り返しておけばまあ容量問題なんとかなるやんって思うけどゆっくりの場合さ俺のスパンが早いやんか、まあ、見てくれてる人わかると思うけど。 1> 1週間に 2, 本上げるでしょあんなでしてたら多分容量がぶっ壊れる <laughs> しかもその素材もねその背景の画像とまあこれゆっくり作ってる人は分かると思うけど背景の画像でまあゆっくりもちろんそうゆっくりの素材というかその表情差分ねとんでまあ,あの小道具みたいなやつまあ,あのスカウターとかつけあのね「ドラゴンボール」のスカウターつけたりとか眼鏡つけたりとか尻尾つけたり耳つけたり羽つけたりとかいろいろあるやんか。 そういういい素材みたたなのも含めたりあとそのエフェクト戦闘シーンとかのエフェクトとかまああれはねあのエフェクト強いやつというかあの黒巻とかがいるような特殊なやつあんま使ってないよあの一回だけ使ったけどそのそれの編集も結構大変やからで早く動かしたら割とそれっぽく見えるっていうことに俺も最近気づいたからあの黒巻のあの本格的なその CG とまでは言わないけどそういう映像ってあんま使ってないんよ。とりあえず早く動かしたりその光の動きとかそういう演出と音でなんとなくそれっぽく見せてるから基本的にはあれなんやけどまあそれにしてもそういう素材が必要になるから。っていう風にね 考えていくとそれをそのこのスマホの中に入れとかなきゃいけないからそれでまた容量食っちゃうからでしかもまた動画でまた容量食うでしょうんってなったらさすがにこいつでは無理だなっていう,うんだったら早く修理しろよって思われると思うけど <laughs> あのねあのメーカーでねそういう修理期間あの保証期間か ののものではないから言うて中国で買ってるもんだからそもそも保証書自体がないしっていう中でまあ結構な金額取られるよ <laughs> であのまあね仮にメーカーで直せたとしても俺はメーカーでは直さないからメーカーで直しちゃうとデータが飛んじゃうよこれはこれは,これはもうそういうものであのクリーンアップしちゃうからデータを。 あのフォーマットしちゃうから絶対にそのメーカーにやらせるとなんであのフォーマットしませんよって言ってるようななんかよくあの雑居ビルのとかの,あの一室とかでやってるようなスマホ修理しますみたいなあるでしょああいうところでしか俺やらないの基本的にああいうとこやったらちょっと値段張るんやけどあの まあ、もちろんプロだし確実に直してくれるしでそのデータは絶対消えない、うん、そっちには手出さないからだからうん大体そういうところで直すよね、うん、で,もでも言うてもこれもピンキリであーのーそこそこ古い機種になればなるほど結構な値段するよね 言ったらそ,のそれがめちゃくちゃ高いから俺の金が足りないとかっていうレベルの話じゃなくてそのまあシンプルに言うとあの中古のスマホというかそういうのってよく売ってるやんかあの中古屋というかまあパソコンとかのね中古で売ってるような店とかねそういうとこに行ってもらったらまあ売ってるやんかスマホにしても iPhone にしても iPad とかにしても。 売ってるやんかまあそういうところで俺も買ってるんやけどそこでまあほぼ新品まあ中古で人が売ってる分やから中古ではあるけどほぼ新品のスマホまあ iPhone でもいい iPhone ちょっと高いけどぐらいでもいいけどぐらいが買えるぐらいの値段がするんねあの修理するのに。要はその最新機種よりちょっと1個型落ちるけど。 もの物としては完璧だしその汚れとかもないし傷とかも少ないしもうほぼ新品の1個型落ちぐらいのレベルの値段多分ねそれぐらいの値段するんよね修理するのにまあこれも修理の修理っていうかその故障の何が壊れてるかにもよるんやけど例えば俺前そこの店っていうかその修理に行った時にえっとまあねうーん が2人ぐらい飛んだよねその時でもその時俺が修理に持っていった端末はめっちゃ古いからその何て言うの部品自体が安いんよねまあその古いから部品がないっていうこともあるんやけどそ,のそうは言っても一応その海外とかに行ったらそ,のそういう古い型落ちのスマホとかが流通してたりするから あとまあその何台も流通してるからもともとねその今でこそ古いとはいえ <laughs> かつてはその,そのスマホがね最新機種だった頃にはさいっぱい流通してるからその時のパーツそう余分なパーツみたいなのとかその壊れて分解したものとかの部品があるからあの意外と部品ってその古い機種とかでもあるからで <laughs> ごめんね。 で、古い機種になったら、やっぱ性能とかも下がる値段も下がってるから、しかも調達もやすいやん。ぶっ壊れる人が多いから <laughs>。で、ぶっ壊れたら回収して、バラして部品取りにするから、それで部品がまた手に入るやんか。だから、意外と、古い機種の部品って安かったりするんよね。で、修理代自体が何だ、数千円ぐらいなんかな。多分、五千円とか六千円とかなんかな。多分。で、パーツ代がまたそこに上乗せされて、多分、その、 2万円ぐらいだったかな多分それがでもそれに関して言うとその電源とそな内部的なものはほぼその何ソフトウェア的なものは全く壊れてなくて液晶が内側が割れてたよねうんであとそれぐらいかなあと他のパーツはほぼほぼ無事だって。 結局その外の液晶だけが割れてたよそれで2万円ぐらい、ねうん、で今のやつはその液晶は壊れてないよ、ねまあ、それだけは確かないよ <laughs> 液晶壊れてたら画面出ないから画面出ないというかおかしくなるからでも今の俺のこの故障具合を見る限りその画面が割れてるとかそういう感じではないんよ綺麗に映ってるからきれ、うん、におかしなものが映ってるけどその 俺ねそのスマホとか、まあ、自分のもそうだし人のでもあの画面がバッキバキに割れてる人のやつが見たことあるし俺のもそれこそ内側が割れてたことがあるからその割れたらどうなるかってとなく分かる、うん、だからそういう感じじゃないししかも割れる理由がないの実際俺そ家に置いてて充電してる間にぶっ壊れてるから謎の壊れ方をしてるからこの人うん だからそういうことじゃないからその多分そのソフト的なことだと思うよな多分でまあこれはその仲のいい友達とかにはよく話してるんやけど多分その過充電が良くなかったっぽいんよねんまあこれ良くないって昔から言うやんガラケーとかの頃から多分言ってると思うんやけどその充電しすぎ良くないよってそのもう100%になってるのにずっと充電器さしてんのって良くないよとかってよく言うやんか で、その、昔で言った、今でもそうやけど、電池パックあるでしょ。まあ、最近、あの、電池パック取り外せなくなってる機種が多いから、その、俺の今故障してるやつもそうなんやけど、あの、電池パック取り外せないんやけど、まあ、昔取り外せたやんか。で、今この使ってるこいつは取り外せるんや、普通に <laughs>。古いから。なんやけど、その、電池パックが、その、充電しすぎて膨張するっていうかあったやん。でも、これは、 そそもそも電池パックが膨張してるだけでこれさえ変えてしまえば別に問題ないやんか。でもどうなんやろうねってその本体にも悪影響があるのかなってその充電してるのは電池だからその本体にも悪影響があるのかなって俺もその最初よく分からんかったんやけどその電池がどうこうじゃなくてその充電してたりとかずっと使ってたりしたら当然熱持つやんか。 そのマシンがでそのこれ多分前も同じような話したからちょっと抜粋というかその手短に話すけどとりあえず熱持つって何事も良くないよねっていう多分それが原因だと思う,うんなんでそういう壊れ方をしてるからその前みたいに。 その液晶だけを交換してあと修理代だけみたいな風にはならないと思うんな結局その内部の部品がその熱でやられてぶっ壊れてるってなったらそのまあそのねソフト的なことが壊れてるだけならまだいいんやけどその内部の部品とかも何個もやられてる焼き切れてるとかっていう風になったら結構パーツ代がかさんできて。 その前の2万倍以上するんちゃううかかなとかも思うしただ機種自体はそこそこ古いからそのパーツ自体は安く揃えられるのかなとも思ったりとかまあその見積もりはできるらしいよその機種とかで調べたらそのこの機種でこういう壊れ方だったら大体いいこれぐらいの値段ですよみたいなのはその問い合わせたりすれば分かるらしいんやけどまあちょっとそれもまあどうせい,いかなあんんしなあと思いながら。 まあでもね何にしても来週来週じゃない、ごめん、来月とかになると思うから、それまではその、まあ、ちょっとごめんその、説明がぐだぐだ長くなったけど、そ,のそれまでま、とりあえず来月ぐらいまでその、ゆっくりの編集ができません、<laughs> 基本的には上げられ。だからゆっくりの編集ができないというよりゆっくりの動画が上げられないんで、そもそも。 でまあ実写に関してはまた話が変わってくるんで、まあ多分これは普通に来月とかだと思うけど、それまでゆっくりさえあげられないんで、昔みたいにちょっとの間、こんな風なラジオの動画だけに戻りますみたいな感じこ。のこの6月の間はね。まあまた7月になったらまたゆっくり続きをね、まあそれまである程度話を温めておいたり、まああと今もう第3期がもう17話まで進んでるから、 ならあとねもう1ヶ月もう1ヶ月もしないうちに多分第3期がね完結しちゃうと思うよ7月入ってあとその今のスマホ直してからねあれやからまあそうなったらもう第4期のことも考えなきゃいけないしなんかゆっくりでやるネタももうちょっと考えないといけないしいろいろね YouTuber として過渡期というか 成長段階なのかなとか思ったりも <laughs> してるんやけどまあまあそんな感じでもう20分も喋ってるからもういいや <laughs> 20分も経ってないけど18分とかやもんなまあそんな感じでちょっとゆっくりはお休みになるんでその辺をお見知り置きをはいまあちょっとの間このラジオでねそのお茶を濁させてもらうんではいじゃあダークネスローズでしたバーイバイ